急げよ、おい早く来い。今の声どうかしましたか？何してんだ、早く乗れって。行きましょう牧村さん。はい。どうした？いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で踊っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。桐生、右車線、後ろの車。うん。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。渋沢。何？気づかれてた。おい、飛ばせ。はい。何が起きてるの？あいつらマジかよ。キル、これすぐ。お前、なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ、さっさと撃ちまくれ。まだ来るのか。
しばらくここに隠れる。渋沢どっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着けよ、だ彼女が不安がる。ふざ、それが何だ。私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ。何やってんだお前。下の様子を見てくる。怪我してないか。痛むところは。キリュウさんでしたよね。ああ、小田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分あの人を知っています。え？やっぱ気づいてたんだ、小田。動くな、キリュウ。動くなっつってんだ！何してんだお前。悪いけど、俺はこの女を立花社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと？お前らには死んでもらうしかねえ。大丈夫か、牧村さん。その杖は？世良さんから万一の護身用にって。でも立花不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだ、小田。なんで裏切った？あんたは立花の兄弟分じゃなかったのか？キリュウさん、その人の左腕、入れ墨が入ってませんか？コウモリの。小田。その人の声聞いた時に、もしかしたらって。何なんだ一体。私は2年前その人に監禁されて売られたんです。何？どういうことだ。言葉通りの意味だ。その女にしてみりゃ、俺は殺しても殺したりねえってやつだろうさ。だから俺ら二人とも殺すってのか。立花と彼女を会わせられねえってのは何だ。意味がわからねえようだ。どういうことなんだ。一から説明しろ、おだ。わかったよ、話す。この入れ墨は俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。
俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてた。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。それが立花とどう関わってる？俺が立花さんと出会ったのはそれからほんの少し後のことだった。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもねえ。あの人を見越しに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は立花さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ。俺は立花さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオチャオ、信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。牧村誠か、橘の妹。本当なんですか、その話。この子に及んで嘘はつかねえさ。取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも立花さんは俺のしたことを許しはしねえだろ。なら俺がやれることは二つに一つ。破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか、もう一つ、あんたの存在をなかったことにするか。それがお前が大阪についてきた本当の理由か。ああ、俺の他に誰も俺がその女を殺す動機を知らない。渋沢組か近江連合に殺されたときや俺が疑われることはね。けどそれももう終わりだ。おい、こっちだ。こっから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ、
小田さん、立てますか。は？早く逃げないと。あんた、まだ俺と一緒に逃げる気か。ったく、どこまでおめでたいんだよ。キリュウ、銃くれねえか。俺が奴らを仕留めする。何？俺はこの怪我だ。どうせ死ぬなら橘さんの役に立って死にて。太田、虫のいい話だけどさ、あの人に俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に橘さんが好きだったって。伝えとく。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。
立花を裏切って俺についたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女を落とさなかった。あんたらがセラに先越されたからでしょ。せっかく女は蒼天堀にいるって教えてやったのに、女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。鬼神会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったのは